あ、モッチは人でもありアニメチックでもあり、まあアニメチック人間ですかね。二次元的な完璧な可愛さを持ってる人に会ったのは初めてだったのでびっくりしました。中学生高校生からも確かに人気はあります。でも主婦の方とかベビーカーをしている方とかおじいちゃんおばあちゃんとかそういった人たちもやっぱりおお可愛いとか意外にこうすんなり受け入れたりとかするのが面白いところですね。もっちはでもアイドル感のゆるキャラだねっていう風に言われることはあるかな。財布の紐はゆるくないけどねーなんちゃって。あれ、巷でこう話題なのがやっぱりアイドルという存在とやっぱゆるキャラというのがやっぱりこうその2つがやっぱりいろんなところでテレビでも新聞でも雑誌でも見かけるようなものかなと思いますけれども、まあその2つの良いところを合わせたのが桃地みなみなのかなと僕は思ってますね。ただ桃地みなみとそのゆるキャラたちの大きな違いというのが他のゆるキャラというのはみんなこう自分たちの地方を背負って出てるというのが一つこう大きな特徴ですね。で桃地の場合は別にこのどこの地方を背負って出てるってわけではないので他のゆるキャラたちがやってるようにどこかの地方を冠として活躍をするというようなことを一度やってみたらどうかというところから今回は阿佐ヶ谷アニメストリートの今回ガイドという形で彼女をまず今回起用してでいろいろなお店を紹介してみてくれと。でそうすることによって桃地自身が阿佐ヶ谷のことをどんどん理解してもらおう徐々に徐々に根付きながらですねここからいろんな形でも地方あるいは世界に対してこう幅広く羽ばたいていっ ていただけたらなと思っています。ここもね結構名物なんですよ。このねドールちゃんが店長なんだって。可愛いでしょ。あ、わーびっくりした。来週来るかな。やっぱり帰りにご飯屋さん探したりとかこの間美味しいピザ屋さん見つけたもんよ。原宿系の女の子たちが読むような雑誌、青文字系雑誌のモデルをやってます。あとアーティスト活動もしていてアニメの主題歌とかを歌っています。山アンナです。あんなにこう二次元的な完璧な可愛さを持ってる人に会ったのは初めてだったのでびっくりしました。あの忘れられないじゃないですか。なんかやっぱり一目見たらやっぱりこう表情が崩れる瞬間とかは好きな女の子に見たくないし
かね、汗とか毛穴とかそういうのいらないじゃないですか。でもみなみちゃんそういうのないじゃないですか、顔に限ってすごいですそういうところが。あの意外に奥手だったりとかする部分があるので、後ろからこう背中をポンって押してあげたりとかすることはよくあります。通常のこういった道でも、まあ、海外の方々が多くこう通ったりとかしますので、海外の方にこうあえてアプローチしてみろよみたいな話をすると、うってちょっとこう尻込んでしまうところもあったりとかする、まあ、そんなこうちょっとシャイな部分もやっぱりあるんだなっていうのは思いますね。なんかギャグとかもなんかもう必ず受けるみたいなイメージがあって、だから頭いいと思います。本当に僕はですね、正直もっとアレルギーがあるかと思ってたんです。顔と体のバランスを考えてみると明らかに不自然であったりとかして、普通の人間ではないような感じがする。だから例えば本当におじいちゃんおばあちゃんからすると怖いなと思ってたんですけど、意外にそんなことはなくて、みんながこうマスコット的に可愛がってくれる、みんなもなんかこう全然怖がるということは、僕なんかが関係者が思っていた恐怖感というかアレルギーがあるんじゃないかと思ってたこといっぱいあったんですけども、いろんなこう想定していたことを全部覆してくれるような、みんながその思った以上にも可愛がってくれるっていうのが僕自身も結構意外でした。もっちはでも昔はあんまり自分のことは好きじゃなかったけど、このお仕事するようになってから自分のことも好きになったし、そうだな、客観的に見るのってなかなか難しいけど可愛いなって思うもっちね。ももちはももちみなみのオリジナルアニメが作りたいなって思ってるもちね。やっぱりそのストーリーがあって感情移入ができるような、こう毎回ねちびっこもちょっと大きい人も楽しみに毎週見てくれるようなアニメになれたらいいなって思うもち。自分に結構その甘かったりする部分もあるので、もうちょっと細かくコーナーを作って番組きっちり作れば見やすいのになって思うけど、まあでも一人でやってるからこそのこう緩さだったり、そういう部分まで楽しんでもらえるのもネットならではかなと思うので、やりたいようにやって、でも見てる人にどれだけ楽しんでもらえるかなっていうのもすごく大事にしたい部分だから、見てくれてる人、応援してくれてる人と一緒に新しいものを何か作っていけたら楽しいなと思うもちね。バイバイモッチー。